みんなさ、うん、当てたいじゃん。当てたいね。うん。当たんないじゃん。当たんないね。だから当てたいんだけどさ、うん、当たらない理論やってんだよね。当たらない理論やってるね。でも当てたいんだよね。当てたい。絶対当てたいはず。そうだよね。うん。平井博明のワンナップゴルフ。捕まえたいのに、捕まえられない理論やってんでしょ？そう。ってことでしょ？そう。それと同じ。ちょっと正していい？当たらない時に入れなきゃいけない理論と、当たるようになってから入れる理論の区別ができてないでやってる人がほとんどだからね。それはあれだ、いつも言ってるやつで、理論っていうのはプロから生まれるものだから、プロはもう当たってんだから、うん、その当たる当たんないの話はしてないっていう。そうそうそう。それは当たるようになってからやる理論の方ね。うんうん、はいはいはい。そう。その話ね。そう。で、当たるようになるっていう基準っていうのは、言っちゃえば基本の何も入れないスイングで10球って9球以上ナイスショットが出なかったら当たるっていう判断にはならない。うん、8球以下だったら結局入れたら4球、3球になるってこと。うん、そうか、より難しくなっちゃうけど。そう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 。10球って10球ナイスショットが出て、それで理論を入れても難しくなるんだから、当たらないのが普通。やることは構わない。それは俺が言うことじゃないから、うん。ただ、当たらなくなりますよってことを分かってやった方がいい。あ、でも言ってくれないね、YouTube は。そう。さも簡単なように言うでしょう。そんなの簡単じゃないから。簡単だったら、プロがレッスンプロつけないから。簡単なんだから。でも簡単じゃないからつける。確かになんか、ね、10分15分ぐらいの動画でできるようになるような感じしちゃうね。あ、ないないない。そんなのありえない。じゃあその見極めっていうか、クラブの動き、クラブが、例えばこうなったりこうなったりとか、クラブだけを言ってる動画があるとするでしょ、うん、したら当たるようになる理論を言ってるの。うん、あるとしたらね。うん、だけど、体の動き、例えばダフらないように、シャンクが出ないようにとかってそういうために、はいはい、じゃあこういう体の使い方、それは当たるようになってからの理論ね。当たるようになって、言ってる人が言ってる理論だから、クラブのことは言わないの。もともとその人シャンク出る人じゃないから、当たる人だから。でもシャンクの悩みがあるんだって、じゃあシャンクの悩みを解決しようかって言ってることだから、クラブの動きは言わないの、その人。え、じゃあそのクラブの動きを言ってる、うん、当たるようになる理論ってあんの？ワンナップゴルフだね。あ、それはね、それは違う。そう、他にあんのかなと思って。トールくんも俺もいかんせん YouTube を見ないんで、そうなんだよね。調べてないんですけど、うん、調べてないけど、今まで見た結果、ない。あ、ないんだ。なかった。でもし、うん、あるとしたら、あるとしたら、うん、クラブのことを言ってるのは、うん、当たる理論だよってことね。そう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 。そういう意味ね。そう。ベター下打ちだったり、そういうことを、要は使い方を言わないじゃん、ベター下打ちって。要は止めてだから、うんうん。で、クラブを動かせ。そういうことを言ってるのって、うん、当たらない人が当たるようになる理論。あ、でも、ベター下打ちをやってね、うん、足は上げないんだよ。うん、手で打ってね、うん、だけ言ってたら、うん、ちゃんとそのクラブを動かせって言ってないから、うん、そういうなんかにわかみてえなやつは、怪しい。ダメってことね。怪しい。ああ、そういうこと。ああ、もう、トール君と俺は、クラブがヘッドがあっても、ずっと言ってるじゃない。言ってる。だそういう理論が、うん、理論っていうか言ってる動画があったら当たるようになる理論だよね。うん、あ、じゃあ前なんかの時にね、同じタイミングでヘッドがねって言ったんだけど、そう。なんかその、じゃあ他のゴルフの YouTube で、なんかを言ってる時に、うん、あ、ヘッドがねって言ってたら、うん、それは当たるようになる方法を教えてくれてんだ。そう、だからより基本に近いのよ、そういう動画って。そうなんだ、そういう見分け方ね。うん、だから、例えば、脇とか、回転とか、角度、体の角度とかってなってきたら、もう、上の下から上よ。もう上クラス。そっか。うん、まあ確かにその前傾をキープしてるからできないもんね。そう。だから、初級、中級者には絶対合わないってこと。それぐらいのレベルのことを言ってるから、気をつけてくださいねってこと。だから、トライするのはあり。もちろん、それが楽しみだし。ただ、当たらなくなっても普通だから、気にしないでください。それはめちゃくちゃ言いたい。そうすると、その判断基準はいいね。うん、いい。クラブのことを言ってるかどうかだから、わかるもんね、わかる、わかる。クラブヘッド、クラブを理由にして、例えば手首とか、そういうのは、もう全然俺は基本に近いと思う。ただ、単体で、ここはこう使わなきゃいけないとかってやってると、あー、怖い怖い怖いってなっちゃう。あ、何のためにって聞きたくなるやつはダメ。
ああ、そっか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 。それはちょっとね、レベル違いの判断基準として覚えておいていただきたい。うん、確かにそうだわ。うん。だから当たるようになって、要は普通のショットはいくらでも打てますよっていう時に入れる理論を今の世の中っていうのはやっぱ多いよね。だからそれをやりたくなっちゃうんだけど、今の自分がどれぐらいのレベルかによって、それがこう、吉と出るか凶と出るか、だいぶ変わってくる。そうだよね。だって YouTube でさ、どういう風に言ったらナイスショット打てますかっていう、探してると思うんだけど、うん、いやただ上げて下ろすだけですみたいな動画はさ、うん、伸びないもんね。伸びない。伸びないなぁ。本当にそうなんだけどね、本当は。伸びないでしょ。あ、ヘッドが上がってヘッドが降りなきゃダメなんだよね、うん、本当は。だから本当は正しいの言ってること、それ、うん、それをシンプルにできないからね、今の理論は。シンプルに上げてシンプルに下ろさせてくんないんだから。いや、そっか。でもそしたらそれ説明してあげた方がいいね。ただ上げてただ下ろすっていうことが何なのかを分解して説明してる動画がないんじゃない？ああ、そうだね。上げるってどういうことなの？うん。ただ上げるって。じゃ、ただ上げてないのがどうかも知りたいし。うん、あ、確かにそうだね。うん。下ろすのもね、ただ下ろせばいつでも。あと、スピード無視してるでしょ、みんな。スピードどこの？制限速度って必ずあって。制限速度って何って言ったら、制限速度って、肩なんだよね。肩のスピードを追い越したら。ダメなんだよね。ダメなんだよね、うん。うん。そのスピードがあるってことを理解できたら、上げて下ろすっていうことができるから。あ、そうなんだ。うん、でも結構それ本質だからなかなか教えてくれなさそうなネタだったんだね、今の答え。そうだよね。そうだよね。それあんま言ってくんねえやつだな、みたいな。これはね、レッスンだけにしとこうと思ったんだよね。ずっと。そうなんだ。レッスンに来た方には結構言ってんの。あ、そうなんだ。そう。やっぱそうやって俺が言うとダメだな。本質に近づいてっちゃう。そうそうそう。もっと、関係ない質問しよう。いや、できないから、トール君は。今日ワンナップゴルフが始まったらできるかもしれないけど、もう無理だから。もう無理、うん。必ずスイングにはその方の制限速度があるっていうこと。それはもうレッスン来た方にはもう間違いなく教えます。でも、飛ばしたいじゃない？うん、飛ばしたい。だからその制限速度無視するじゃない？ね。無視して腰の方が先行っちゃうんでしょ？そう。追い越し禁止なのに。そう。で、俺は100歩譲って、クラブが制限速度無視してるんだったら褒めるよ。ああ、そうだね。そう。ボディが制限速度無視するでしょ。もう。肩が一番回ってなきゃいけないんだもんね。そうでございます。肩を追い越しちゃいけないんだね。そうなんだよね。だから俺、なんかの動画でずっと T の字って言ってるじゃん。言ってる。そう。うん、あれができ、そう。あれができた方、ここ1ヶ月間、バグ伸びしてますから。やばいです。え、T のまんまだったらどんだけ早く動かしてもいいんだ。回ってもいい。曲がらないからね、T のままだったら。そうなんだ。そう。昨日、ラガーマンの方が来たの。一切当たんないってわけ。ドライバー右しか行けない。うん。ドライバー右行かなかったから。行かなくなったから。あ、そうなの？そう。T だから。T だから。T とフォロースルーの角度を言ったの。ドライバーこんな球打ったことないって。もう嘘のネタみたいな動画で毎回なってるでしょ、この結果を言うと。そう。本当にそうなの？大体作り話だから、そのレッスンの話は。一番言っちゃいけない人が言ってるから。いや、もう本当その方にも来てもらいたい。本当、俺から言った言葉はないから。ああ、ね。本当に、ね、本当にその方が、いや、あんな左に引っ張れる球、打ったことない。練習始めて、アプローチから始めて、フルショットになって、アプローチもそうだったんだけど、うん、まずアプローチでこんな音聞いたことない。アプローチで？うん。こんな音聞いたことない。膝の使い方を教えたんだけど、うん、それアプローチ終わって、うん、アイアン行きました。うん、おかしいなぁ。アイアンこんな球出ないんだけどなから始まるからね。だから、ああいう球打ってたら、要は直すとこがないっていうか、レッスンにはならない。いい球だから。だから、まあ、ポイントポイントは言って、そう。だそういう、俺さ、元から悪いスイングしてる人ってあんまいないって言ってたよ。そういうのも繋がるわけ。はいはいはい。そう。だから、ちょっとしたポイントで良くなってんじゃなくて、それが完成に近づってるだけなの。おー、なるほどね。だよっぽど良くないスイングだったら、そんなちょっとじゃ治らないし、うん。そうだね。そう。だからなんか、本当にスイング、その方に合ったテンポと、振り方になれば必ず当たるんだよね。あ、じゃあ悪いスイングって自分じゃないスイングなんだ。そう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 、作られたスイングね。あー。で、逆に怖いのは初心者の頃から最初が大事って言って一番最初に自分の感覚がもうないスイングの人。やばいんだ。めっちゃ遠回りするからね。だって感覚ないんだもん最初から。
自分の。やばいね、それ。うん。一回も振らせないで。そうだよ、つって。そう。いや、ゴルフはね、こうやってやって、こうやってあげなきゃいけないんだよって、やらしちゃったら逆に怖いから。お、やば。もう、だから俺は一番最初っていうのは好きに打たせるっていうか、打ってもらう。それなんかよっぽどいいんだ。いい、全然いい、全然いい。やばいじゃん、習ったら。あんま良くないんだよ。やっぱね。うん。怖いね。だから本当に、まあ、グリップだったり、ボールの位置だったり、うん、そういうのは言うけど、動いた時点でもう、あんまり言わない。そうだよね。ああ動きはね。ああ何にも知らないんだったら、絶対にある程度動きやすい動きを、どんどんその方見つけていくから、うん。そうだよ、自分のね。そう、初心者の頃は。そうか。そう、だからその、ラグビーやられてた方は、もちろんすごいパワーなのよ。ドライバーもやっぱり飛ぶんだよね。でも右しか行かないっていうわけ。でもそれが信じられないですって言ったの。右行ってないから、うん。それぐらいだからポイント気をつけるっていうことは、すごく大切なこと。肩の回転が足りてないって言うじゃない、うん、足りてる足りてないって、結局クラブが寝る起きるっていう話に繋がってくるのね。で、その、それどこかっていうと、こうやって上げて、うんこうやって下ろしてくるでしょ、うん、ここのことなんだよね、うんうん、ここで、うん、これが今オンプレーン上なんだよね、うんうんうん、オンプレーンからこれが立つ、うん、でこれが寝るじゃん、うんうん、ここの意識ができてないと結局インパクトって戻れないんだよね、うん、そうこれがやっぱ寝たら、うん、この角度でこうやってボールに向かうじゃない、うんうんうん、でこれがこうなったら、うん、この角度でこうやって覆いかぶさるじゃん、うんうんうん、でちゃんとプレーン上に来ればインパクトにこうやって戻ってくるっていう、うんうんうん、そのダウンスイングの9時の時点のクラブのこの傾きっていうのがすごく大事なんだけど、うん、だそういうのもね、肩の回転とすごく関係してくるから、そういうのってね、動画だとね、その方のスイングが俺がバッて見えるわけじゃないから、難しいんだけど、うん、だそういうのも含めて、やっぱレッスンってすごく大事だなとは思うけどね。そうだね、うん。ワンラップゴルフはですね、基本に近いことをどうしてもお伝えしたいっていう、もうそもそもの思いがありまして、基本的な動きっていうのを覚えていただければ、自分がどれだけのゴルフができるかっていうのをそこで初めて分かっていただけると思うんです。いろいろ入れなくても、あ、こんないいスコアが出るんだって必ず思っていただけると思いますので、まずは本当にまあ、本当何回も言ってますけども、一応その基本というのは何ぞやというのをですね、勉強していただいて、ぜひ実践に取り入れていただきたいと思いますので、まあ、それはもうレッスンに来ていただければ基本的な動きをもし教えてほしい方がいらっしゃいましたら、喜んでお伝えさせていただきますので、ぜひレッスンの方にお越しください。で、今回はですね、何でしたっけ？当たる理論。当たる理論。そう。当たる理論と、うん、当たるようになってから入れる理論の見極めをですね、少しお伝えさせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約。あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。